スイスワコ旅館の、スイスワコ、スワコにあるスイスワコ旅館で、個室での夕食で、これは先付け、先付けですよね。北原恵美香さんに案内して、案内していただきます。お願いします。はい。ではこちらからご説明いたします。はい、これは茶碗蒸しです。緑にはグリーンピースを使って、これがそうなの。はい。餡になっております。お手元にスプーンをご用意してますのでお使いください。はい。でこちら、これはね、長野県産のグリーンアスパラを使っておりまして、ふき味噌あえになっております。うちのふき味噌ちょっと辛め、辛いの。お気をつけください、はい、でこちらですね、信州牛のもも肉を使いまして、からし酢味噌和え、ぬたですね、要するに、ご用意しております、はい、で吹き寄せのお皿でございますが、まず竹串に刺さっております。あ、これね、はい、こちらです、はい、竹串に刺さっておりますのはよもぎふと申します。よもぎふ、はい、とても柔らかくて美味しいです。電話こびさで召し上がっていただきます、うん、でその横にありますのがそら豆つや煮でございます。つや煮ってお砂糖でこう軽く煮まして、つやを出しております。でその横は鴨のロースト、鴨肉でございます。はい、でその横、菜の花でございますね。これは昆布締めにしてあります。でその横は、みょうがの、すどりみょうがと申します。すどりみょうが。すで漬け込んでおりますので、お口直しなどにおすすめでございます。で下になっているんですが、長野県と申しますと、鯉が有名でございます。鯉、お魚の鯉、カープですね。はい、ちょっと鯉はっていう、抵抗のあるお客様が多いものですから、薄くスライスしまして、揚げて南蛮漬けにして召し上がりやすくしてございます。ぜひ挑戦してみてください。その横に桜の生麩、それから小袖巻きとお品書きに書いてあるのはだし巻き卵を小さく巻いたものでございます。あ、これね、あ、なるほど。どうぞ皆さんお手元にお取り分けいただいてお召し上がりくださいませ。ありがとう。それ量がちょっとあれなんでね、分かった、うん、そうなんです。いただきます。男女のトラック、そっち側が私っていうことだ。どうぞ、はい、ではワンモノ周りでサワニ鍋をご用意します。はい、サワニ鍋と申しますのは、漁師さんが自分で干したお肉とかを持って山に漁に入った時に、その辺の山菜なんかをいっぱい入れて煮た、うん、漁師のマタギ料理が始まりと言われてます、うん、だから沢にの沢は川の意味じゃなくて、たくさんのの意味でございます、うん、のようにこのようにたくさんの山菜とかお野菜をご用意しています。で皆さん三味様は豚肉 で豚肉がダメなので、地鶏の組鶏のつくねをご用意しております。はい、なるほど、以上で、はい、ありがとう。はい、でこちら諏訪湖のわかさぎ天ぷらでございます。はい、皆様にお配りしますが、これ沖縄の海のお塩でございます。このお塩でお召し上がりいただきます。はい、はい、ワカサギ、諏訪湖の有名なワカサギの天ぷら。天ぷら、うん、失礼いたします。はい、ではご説明いたします。はい、お作りでございますが、今回は大王イワナっていうお魚、大王イワナ、はい、イワナでございますが、信州サーモンって聞いたことがあるんですか。はい、まっすですよね、はい、ここら辺それに対するっていうか、もう一つ長野県で お魚が欲しいなということで、開発されたというか、養殖されているものでございまして、普通のこのちっちゃいイワナではなくて大きくなります。はい、それを大王イワナと呼んでおります。なるほど、はい、口もなくて美味しいです。今回はですね、はい、一応わさびもご用意はしておりますが、
ポン酢のジュレをかけております、うんうん、あっさり召し上がっていただく感じですね。なるほど。散らしてございますのは花ほうじ草上に乗っている花ごじ草、ほうじ草、しそ、うん、ほうじ草ね、うんうん、はい、それとあのしその葉を刻んで、乗せてこのイワナって完全生なんですか、それともちょろっと炙ってるんですか。あ、生でございます。生、うん、はい、そっか、はい、じゃあ新鮮じゃなきゃね。新鮮です、うん、これをつけた方がいいっていうことですか。つけなくてもいいし、うん、つけてもいい。何のジュレっておっしゃってました。ポン酢のジュレ、ポン酢のジュレ、うん、OK、いただきます。あのわさび醤油にしていただいても。あ、なるほど、はい。これダイヤモンドコイン様の特典の一つでございます、はい、こちら丸皿の方には3名様一緒になっておりまして、手前から天使のエビ、湯引きですね。でその後ろは生のエビ、そしてホタテがご用意してあります、はい、でエビの生炒め物で、はい、焼いてご用意しております。エビってこれ車エビなのかボタンエビなのか。あ、車エビです。車エビ、はい、ありがとう。いただきます。ではこちらで、こちらで、はい。では、こちらはですね、信州サーモンを使いました焼き浸しでございます。酢を使っておりますので、普通の信州サーモンよりもっとあっさりとお召し上がりやすくしております。うん、上にはまた同じようなお野菜にはなりますが、春菜でございますので、どうぞお召し上がりくださいませ。ありがとう、はい、失礼いたします。はい、はい、ではこちら春菜でございますね、はい、タケノコをご用意しております。残念ながら九州産でございます。長野県はまだまだでございます。まだ早いんだね、はい、このタケノコを一回あの煮まして、だしで、で仕上げに醤油を塗って焼き上げてあります。うん、どうぞお召し上がりください。ありがとう。はい、ではこちら箸休めでございます。お蕎麦ご用意しております。地元の八ヶ岳産の蕎麦粉を使った二八蕎麦でございます。うん、二八、小麦粉に蕎麦粉八でございますね。で上に乗せてありますのはわさびの花です。うん、これ辛いです。うん、はい、辛いです。お好みで、あの鰹節をご用意してますので、乗せて混ぜて召し上がっていただくのもよろしいかと思います。いただきます。お母さんはお蕎麦ダメなんですか。うどんでご用意。ああ、なるほど。はい、救急車呼ばんなのなら大変でね。はい、はい、では、大のもの、火のものですね、はい、しゃぶしゃぶをお作りいたします。3名様は信州プレミアム牛肩ロースをご用意しました。はい、1名様はタイでご用意しております。はい、お野菜が舞茸、それからネギ、春菊、あと桜麩をご用意しております。桜麩、はい、はい、でこちらいきますね、はい、ポン酢でございますが、これ大大酢使っておりまして、自家製のポン酢でございます。少し味は濃いめでございますので、ちょっと加減をしながらお付けくださいませ。はい、はい、では作りますね。これからここの鍋に入れて、しゃぶしゃぶっとこう恵美子さんに作っていただきます。はい、まずは野菜からいきますね。火が通ったところでお肉とかやっていきます。うん、これはお湯なんですか。なんかだし、まあこの昆布のだし、うん、はい、なるほど。じゃあ楽しみで、はい、ここまでもね。こっから長いですよ。コリアが恵美子さんに、作っていただいた。あ、じゃあじゃあじゃあ大丈夫ですか。思わず声が出ちゃった、ごめんなさい。ああ。でございます。春ですので、ふきと油揚げの炊き込みご飯でございます。はい、そう、はい、こんな感じで、あら、綺麗、こんな感じでございます。茎も入れて一緒に炊いてあげる。茎は後で入れます。色変わるしね。あ、そうやな。
別々に炊いて上にアクルを乗せるのかな。あの吹きと吹きの塔って違うの？全く違うの。吹きの塔は目です。吹きの目なんですか？はい。でも同じ植物からあるその違う部分なの。横に張りましてね、あれ、うん、で、その根に沿って葉っぱが出てくるんですよ、うん、その葉っぱっていうのは要は吹きです。この棒の部分が、うんうん、傘みたいに、そう、で、その吹きの塔は花です。芽です。発音悪い。いやいや、はい、はい、なので、あの吹きの塔を掘っとくとね、大きな花咲きますよね。ご存知ないですか？見たことあります。切られちゃったやつ見たことない。ないです。こういうこといっぱいあるの。この辺もあるんですか？はい、自然でできる。はい、土手とか田んぼの味とかね、山の上で自家製の漬物でございます。はい、これはたくあんと、はい、のざわなと奈良漬けでございます。のざわなと奈良漬けね、はい、こちらお味噌汁でございますね。失礼いたします。ちょっと開けていただいて、はい、はい、これ赤だし、いえ、合わせ味噌。合わせ味噌に竹屋の合わせ味噌で糸寒天と青さが入っています。青さ、へえ、そっか。いただきます。はい、こちらはよもぎを使いましたババロアでございます、はい、クリームとそれからあんこ、いちごで、召し上がっていただきます。どうぞ。北原恵美子さんでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。お恥ずかしゅうございます。いやいや、あのこういう緊張しちゃってダメ。いや、その美味しい食べ物にこう出会うのもいいんだけど、やっぱり人と出会うのもやっぱり僕は大切に思ってるので、はい、ありがとうございました。